ヒナは拾わないで。地面で泣いているのはスズメのヒナ。親鳥を探しているようです。かわいそうだと思ってもヒナはこのまま。なぜなら近くに親鳥がいるからです。ヒナが泣いているのは人通りが多い場所の建物の隅。親鳥は周囲の様子をうかがっています。くちばしには餌。地面にいるヒナを近くで見守りながらタイミングを見てヒナの元へ向かいます。餌を与えました。夢中で餌を食べていたヒナですが、親鳥が離れたことに気づくとまた鳴き始めました。今度は親鳥が建物の陰に隠れるように促します。この場所で子育てが続くのです。ヒナが親鳥から巣立つまでは2週間から3週間。この期間に飛び方や餌の取り方など自然界で生きていくすべてのことを学ばなくてはいけません。落ちているヒナの多くは飛ぶ練習中や餌を探している最中です。1羽だけに見えても近くに親鳥がいます。この時にヒナを拾ってしまうと親鳥と引き離すことになり、ヒナは自然界で生きる術を教わることができなくなります。拾った野鳥を自然界に返しても長くは生きられません。巣立ち前のヒナが兄弟鳥に巣から追い出されて地面に落ちてしまうこともあります。カラスや猫に襲われることもあります。しかし強い鳥が生き残るのは自然界のサイクルです。他に食べられてしまいますけども、その食べられた先のですね、ヒナたちは大きくなって次の世代に命を残せるということですね。自然界には無駄な命はないということを知っていただければと思います。春先から初夏にかけてが野鳥の子育てシーズン。ポスターなどで20年以上呼びかけても正しい理解は広まっていません。野鳥を飼育することは法律でも禁止されています。ヒナは拾わず見守ってください。